減税日本、反 TPP、脱原発を実現する党は、かつて存在した、日本の政治団体である。略称は脱原発。国民新党を離党し無所属として活動していた、亀井静香元金融担当省と、民主党を離党した山田雅彦元農水省が中心となり、2012年12月16日に、投票日となっている第46回衆議院議員総選挙の、 ため、11月19日に、ハン TPP 脱原発消費増税凍結を実現する党として、結成を表明した。山田は代表、亀井は幹事長に就任する見込みであった。会見では、今後、ハン TPP を主要政策とする小沢一郎が代表を務める国民の生活が第一や亀井静香と旧知の亀井明子が、 共同代表を務める緑の風、あるいは民主党内の反 TPP 勢力と連携していくことを目指すことも表明したが、翌日の11月20日に山田が東京都内で記者団に対して政策を同じくするところとの合流が狙いだ。今、小さな新党を作っただけでは意味がないと発言し、意見を一変、当面の新党結成を見送ることを明かした。その後、 11月22日に減税日本と減税日本、反 TPP 脱原発を実現するとを結成することに同意した。河村隆と山田雅彦が共同代表に幹事長には亀井静香がつくとしていた。また、決闘記者会見の場で、新党代表の山田は国民の生活が第一とどういう連携、合流をしていけるかを相談しなければいけない。 中道リベラルを追う仲間の集まりを作りたいと述べ、今後、国民の生活が第一との合流も検討していることを明らかにしていた。なお、この新党には、現在日本に離党届を提出したが、日本維新の会の公認が得られなかったために離党を諦めた小林幸喜も参加するとしていた。11月26日、平山康夫が入党を表明した。 日本未来の党の系譜この新党は、結果的に、加田幸子氏が県知事が11月27日に立ち上げた日本未来の党に、小沢一郎を率いる国民の生活が第一とともに、同日に合流することが決定した。衆議院解散から衆議院議員総選挙実施までの国会閉会中に決闘から回答へと至ったため、減税日本、反 TPP、 脱原発を実現する党に所属する議員として国会へ出席した者はいなかった。また、ハン TPP 脱原発消費増税凍結を実現する党と減税日本ハン TPP 脱原発を実現する党はどちらも政党結成の届け出を総務省に届け出ていない。これは短期間に政党の改変があったことに加えて その短い期間中に三連休があり、役所が休みだったことが理由であると、小泉敏明が説明している。重点政策は、透明の通り、半官太平洋戦略的経済連携協定、脱原発、消費増税凍結であった。他には、新自由主義からの脱却、国土の均衡発展、友好を前提とした自主外交、沖縄在日米軍基地問題と向き合う。 などが考慮として挙げられていた。ありがとうございます。